スポーツチャンネル日本プロ野球こんにちは緊急速報「大谷は自分の本能を忘れ」とロバーツは記者会見で率直に語ったウィル・スミスの言葉で大谷翔平が目覚めた大谷選手は現地時間の4日ピッツバーグパイレーツ戦に2番指名打者として出場しましたが4打数1安打と少し苦しんでいますね特にその日の打率は3・2・1でしたが なかなか調子を上げられない状況が続いているようです。今回の試合で彼は、特に新人の右腕ピッチャー、ジョーンズ選手との対戦が注目されましたね。初回には早速ストライクアウト、そして3回目のバットでは遊撃手へのゴロでダブルプレーに終わってしまいました。どうやら、高速球にも変化球にも苦しんでいるようです。監督のデーブ・ロバーツも、彼がボールを追いかけることが増えているとコメントしています。 自分の得意なゾーンでさえミスが出てしまうことがあるとのこと。例年、6月は大谷選手が好調を維持する時期ですが、今シーズンは少し挑戦が多いようですね。大谷選手が8回の先頭打者として、相手チームの強力なピッチャー、チャップマンから見事なヒットを打ちましたね。このヒットは彼にとって、TNC パークでの初安打となりました。監督のデーブ・ロバーツもタイミングが合わないスイングもあるが、 大谷は打ち続けるだろうと信じています開幕から数週間は安定した打率を保てていないものの打撃は難しい部分がありますしかしチームメートのフリーマンやベッツも含め徐々に調子を取り戻しているようです大谷選手が調子を上げればチーム全体の攻撃にも弾みがつくでしょう監督は翔平が好調なら打線にも勢いが生まれると期待を込めています特に彼とベッツのコンビは チームの上位打線を担っている重要な役割を果たしていますからね。試合後の取材でウィル・スミスは次のように述べました。相手の攻撃が集中する中、投手は自身の技術を披露する絶好の機会です。目のタイミングを逃さず、決定的な一撃を放つのを待っていますと。さらにウィル・スミスは大谷選手は打つべき時にはしっかりと振り抜くべきだと思います。打率には多少の波はありますが、 積極的にバットを振ることが重要ですと続けました。残念ながら、ドジャースは0、1で敗れてしまいました。チーム全体としてパイレーツのピッチャー陣に苦戦し、特にジョーンズ選手には打ち崩せませんでしたね。ですが、大谷選手が最後の打席でヒットを打ったのは、明るいニュースです。チームにとっては敗戦でしたが、彼の活躍は希望の光ですね。監督のロバーツも、大谷選手のスイングについて、 特にインハイへの対応や体の開きすぎが課題だと話しています。これらは徐々に改善されることを期待しています。いつもとは異なる6月を迎えているわけですが、こうした課題がクリアされれば、大谷選手にとってもっと良い成績が期待できるでしょう。大谷選手は以前、エンゼルスのスタジアムでフリーバッティングを行っていましたが、ドジャースに来てからはその機会が少なかったようです。特に左中間にある岩を狙ってバッティングをしていたそうですが、 最近ではそのスタイルが見られませんね。彼のフリーバッティングは、フォームを整えるために非常に重要です。自由にスイングをすることで、感覚を取り戻すことができるわけですから。彼がドジャースでホームランを打てていないのも、もしかするとこのフリーバッティングの機会が少ないためかもしれません。スイングの調整や感触を得るためには、やはり定期的なフリーバッティングが必要なのです。大谷選手は常に高い期待を背負っています。 素晴らしい記録を持っていても、その期待は彼にとって大きなプレッシャーになっているようですね。彼が内角のピッチに意識を集中しすぎるあまり、バランスを崩してしまうことがあります。これが彼とベッツやフリーマンとの大きな違いかもしれません。メディアでは、6月は大谷選手にとって化学反応が良い月と言われていますが、現在の彼のコンディションやスタイルを考えると、そのプレッシャーがどれだけ大きいかがわかります。 大谷選手がボールをしっかりと見極めることなく、ただスイングに行く傾向があるようです。これが彼をすぐに苦しい立場に追い込んでしまっています。実際、今日の試合では、昨シーズンに打ち返した高めのストレートを見逃して三振してしまいました。一球外れたピッチに対して振り抜いた後の、彼の早い退場は見ていて痛々しかったです。これからヤンキースとの試合が控えていますが、大谷選手がこの状況をどう乗り越えるかが心配です。 大谷選手が以前よりもスイングのタイミングを遅らせているように感じます。彼が逆方向への打球を意識しすぎているためかもしれません。力強さを見せるタイミングで少し遅れが生じているようです。監督のコメントからも大谷選手がピッチャーに対して以前よりも慎重になっている様子が伺えます。高級を見逃してしまうことがあるのはそのためかもしれません。監督は本来なら振るべきでない球に手を出してしまうことがあったと指摘しています。 大谷選手が9を選ぶ際の判断基準がより厳しくなっているとも取れますね。これは彼の成長の一環とも言えるでしょう。対戦するピッチャーの質が向上するにつれより良い選球眼が求められますから彼もそれに応じて進化しているのです。アロルディス・チャップマン選手彼が世界最速のピッチを投げてからすでに10年以上が経過しましたね。チャップマン選手の記録は今でも破られていません。彼がその速球を投げたのは もう随分前のことですが、彼の休速は依然として100マイルを超えることが多いですね。彼はいくつかのチームを渡り歩き、現在はベテランの域に達していますが、そのパフォーマンスは衰えを知りません。依然として、彼の球はバッターにとって大きな脅威です。最近の大谷選手はちょっと苦しんでいますね。彼の打球がなかなか上がらず、主に内野ゴロや内野フライ、そして三振が目立っています。実際、 彼のヒットは内野ゴロがたまたま野手の間を抜けるものがほとんどで、内野の頭を超えることが少なく、ツーベースヒットも見られません。直球には差し込まれ、変化球には引っかかってしまっていますから、タイミングの問題が大きいようです。このままだと、大谷選手の打率は3割を切ってしまうかもしれませんね。6月も調子が上がらず、シーズン前半を苦しい状態で終える可能性が高いです。ここ数年で見た中で、 彼がこれほど調子が悪いのは珍しいです。最近のドジャースの得点力の低下が目立ちます。偶然野手の間を抜けた頃でのヒットが出ることはあっても、それを技ありだとは言えない状況ですね。実際、ピッチャーが1点を抑えても、打線が支えられないので勝ちにつながらないことが多いです。ピッチャーにとっては、かなり心理的にも厳しい状況だと思います。ギブス選手は、最近良いところに打球が転がることはあっても、 それがたまたまのように感じられることが多いですね。ほとんどがファールやゴロに終わっています。そして、彼が頻繁に調整を行っていることから、もしかすると何か肘に問題を抱えているのではないかという懸念がありますね。大谷選手は今日、チャンスでダブルプレーに倒れてしまいました。彼のバッティングには一定のパターンが見えていて、特に内外角に落ちる球への対応が課題のようです。彼が体を開いて振ることが多く、 それがうまく機能していないようです。また、右足をしっかり踏み込んでのアッパースイングが難しい状態のようで、これが彼のバッティングに影響しているかもしれません。敵地で多くのファンの前でのこのようなパフォーマンスは、ファンにとっても彼にとっても残念な結果ですね。大谷選手もこの点は自覚しているはずですから、次の試合での改善に期待したいですね。ご視聴いただき、誠にありがとうございます。今回の動画では、 大谷翔平選手の最新の試合でのパフォーマンスや、監督やチームメイトのコメントを詳しくお伝えしました。彼が今シーズン直面している課題や、ファンとして期待する点についても深掘りしました。大谷選手が挑戦を続け、その努力が実を結ぶ瞬間を楽しみにしています。彼の成長とチームの活躍を共に応援していきましょう。大谷選手の今後の活躍や、ドジャースの試合結果についても引き続き追っていきますので、 ぜひチャンネル登録をお願いします。高評価と通知設定もお忘れなく、コメント欄で皆さんの意見や感想をお待ちしております。次回の動画では、さらに詳しい分析や他の選手たちのパフォーマンスについても取り上げる予定ですので、お楽しみに、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。それでは、次回の動画でお会いしましょう。